無名劇団の脚本を担当しています中条武晴と申します。この度は、宣伝ということで、今度、6月の10日から12日、シアトルカローデインの方で、無名校機械という作品を上映させていただきます。この作品は、前回、前年度ですね、スペースドラマ2015で、優秀作ということで、撮った無名校天賀さんという作品の、第2弾ということで文学を、下敷きにしたお話になっています。前回のがネタ演劇というか、フィクションのものとリアルなものというか混在するようなお芝居だったんですが、今回はどちらかというと文学に、ぐっと寄っているお話です。そこに僕自身がやっぱりいろいろ社会に対して思っていることとか、そういったものを、とにかく、土手焼きのような感じでもごちゃごちゃに混ぜて、役者に投げました。役者はひいひい言っております。もうとんでもないお芝居になっております。どこを切っても、暗いっていう話なので、ぜひそういうものをですね見たいという物好きな方に、ぜひたくさん来ていただきたいなと思っておりますので、それぜひよろしくお願いいたします。最後買いましたが、以上で、宣伝を終わらせてもらいます。よろしくお願いします。